突然ではございますが、実はこの冒頭の部分が少し辛くなってきました。動画はできていても、こんな冒頭のわずかな部分にネタを考えてできることもなく15分以上かかり、挫折する、そんな日々。ロストエッグ2は果たしてそれを求めているのか。そんな球体を転がす前の段階でここまで考えるべきなのか。ほんとたまんないね。今日もある一つの命が、小さなその命を前へ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 と転がします。旅に飛び立ったこの卵、彼はこの過程で一体何を学び、そして何を感じるのか。自分の殻を破る物語が今彼の中で転がり始めます。さあ、思い切ってその殻を破り、何度でも何度でも前へ飛び出していこう。ロストエッグ2、3代目以外の JSOULBROTHERS はもう JSOULBROTHERS じゃないのかもしれない。じゃあ今日はこのステージ5から皆さんとなあ、こうあれうまいことしていこうや思います、思ってますよね。喜べ。あらー、ウオ類の横、これは解散の株式会社って書いてますね。北条解散という、いや非常にこう大量と書くべきじゃないかなって思いますよね。農業ならば北条、漁業ならば大量。そう、私は小学校の頃に習った気がするんですが、でもいいじゃないですか、教育は権利なんだし。いやー、なんでしょうこれ、商店街ですか。焼肉、焼き鳥、いろいろなお店が僕たちの胃をたよやかにしてくれそうですね。あー、これも厚揚げっぽく見えますね。どこに行ったらいいのかわからないですね、いまだにね。これはでもこっちじゃないのかな、もしかするとこっちじゃないような気がしているんですが、せっかくなら見ていきますか。せっかくですもん、見ていきましょうよ。皆さんにも目があり、私にも目があるなら映さないと、その目の水晶体にこの輝きを屈折させ、でもその見たままのものを屈折はさせないで。だってあなたはありのままが美しいんだから一生でこれどんどん下へ行って全然違いますね。全然違うと思います。でもこの多分上通っていくんじゃないかなと思ってるんで、もうその時点でやだななんですよね。やだななんです。ほら、あんなところになんかこう木がピャーなってね、最終的にあこですって。皆さん、ゴールはあんなところにあります。だいぶ長い道のりを経てこないとこれはいけないんじゃないかなというようなところではございますけどね。ま、それでも戻りますか。ここかな。おそらくこの始まったところのこの魚類のところからこうですね。よし、随分上手に私もなってまいりましたからね。皆さんが見ていないところで私は努力をしています。ま、嘘ですけどね。ここちょっと難しいんじゃないですか。そう思うでしょう。そんなことないですよ。今の私にとってみれば、ほら、お茶の子さいさいです。いけなかった方が面白かったんですけどね。これはこのでも木のところはあれしなきゃいけないですね。慎重にいかないとね。前回の最後のステージ行ったところはあれ1個丸々かって、あー！前回私が行かせていただいたステージがあれステージ4なんです。丸々1個もうクソつまらないことしか言えなかったので、まあそれを言い出すといつもそうなんですけどね。ただカットさせていただいたんですよ、ステージを丸々ね。でもあのステージ4だけで1時間かかりました。1時間の間にどれだけの卵を失ったかと思うと、私はさっきハンバーグを食べました。皆さんは何を食べましたか。そしてどんなにだけ命を殺しているのですか。よくヘラヘラと笑ってられますねなんてね。へへへ、冗談ですよ。私はこうして適当なことを言ってる時の方がきっとうまいことプレイできるんです。だからご勘弁くださいなとかなんとか言っているうちに進みましたが、これはこっちに、あっちにトーストがありますよ。久しくおざなりにしていたこのトーストを取るということも一応していけたらなとは私思っているんですが、こっちはわからないですね。こっち来たことなかったですけど、この下にトーストがあったりしたらもう、と思ったらこんなところにありましたね。でも今回のこのステージに関してはそれほど難しくないステージに私は、どうやって帰るんですかこれ。帰れます？私としては、でも別に落ちたっていいじゃない。よく言われるんですよ。結構新しい都心の初めの方になればね、僕受験なんです。私受験なんです。大丈夫かな。ちゃんとボールペン出るかなね。いろんな不安がつきまとうでしょう。でもね、別に落ちたっていいんですよ。何度だってもう一度チャレンジすればいいんだから。ただあなたの殻が割れてなければさえすればいいんでよし、ついにここまで来ました。もうそろそろゴールっていうところかな。でも気は抜いちゃいけませんよ。そうしていつも失敗してきたじゃないですかお前唐突にお前っていうの面白いと思うのも私だけですか、もしかしたら。お前もか。うわぁ、見てください、今のは本当に上手ですよ。うわぁ、これなんだ、ジャンプか。じゃあもうこっからは流れでいきますね。すいません、上手くなりすぎて本当にごめんなさい。まずここまで行きます。また最初からですか。焼き鳥ね。さすがに焼き鳥だけは避けてほしかったですね。何の店をどう置いていただいても結構ですが、焼き鳥だけは勘弁してほしかったですね。黄緑ソフトさん、そういうとこありますね。ちょっと回ってないとこありますね。そこの部分はね、やっぱお酒が進むっていうところが先に来ちゃったんでしょうね。そこでどうでしょうね、その焼肉ってね。まあすき焼きでもちょっと考えますよ、私ならね。どうしてもすき焼きってのは卵溶いてね、あれ美味しいですよね、すき焼きね。これドリームズカムツール歌うんじゃないですかこれ。来年頃には何度でも立ち上がって歌うんじゃないですかドリームズカムトゥルーならね。そしてそんな私の夢もカムトゥルートゥルネンちょっと待ってくださいね。ちょっと集中してるんで今。よし、ここまで来れましたね。でここまではいけますね。はい。でここを普通にこう行きまして、こっからですね、トゥントゥントゥンと飛んでいきましょう。これはもう横に向けてればね、それほど難しくないことですから。最後のフライパンのところだけちょっと角度難しいですよ。わあ、ここ集中や言うてるやないかせやから。ダメだ、いつもの感じが出ちゃいましたですね。どうしてこのシリーズはそんなにワイワイさんおしとやかなんですか。どうしてそんなに良い人なのでしょうかというようなコメントを見てはいませんが、いただいています。お答えしましょう。ワイワイさんの動画は、やはりどこか、あれだったところがあると思うんです。なんや、殺すぞ。お前、死ねえ。核、持ってた、落としてるわ。ね。いろんなことを言ってます。そんなワイワイさんが好きで見てるんですよ。言う人もいるでしょう。でもね、ワイワイさんって本当はそんな人じゃない。その部分もね、やっぱり見せたいなって私は思っています。いつもの私の実況の感じでやってみましょうか。じゃあ、ここ。もしいつもの私がやったとしたら、うわ、なんやこれ、うわ、危なっ、うわ、ほらな、こんな中、いや、さあ、ガリガリ君のお前、ガリガリ君のお前なんか棒見てバーみたいな。あらほらうわうわほんまよしお前ほんまうっとうしいわお前うっとうしいわほんまみたいな感じじゃないですかね。わかんないですけど。だからどうでもいい話をしてるぐらいの方が私はいいと思うんですよ。もうこれいけばいいじゃないですかっていうか。違いました？危な。もうこれはでも行きましょう。もうさらっと思ってるよりももうさらっと何も考えずに。逆に考えすぎる方が私のとってはあれかもしんない。ちょっとでも言ったら言ったで面白くないかもしれない。さあ、ではここでですね、突然ではございますが、皆様にお知らせのコーナーといいますか、を設けたいと思います。まずはね、ちょっとね、話は遡るんですが、このパート2ですよね、今ね。それの前回、パート1の動画に関しましては、画面見てください。ステージ1、2、4という3つのステージをクリアして、それを動画化させていただきました。で、今回の動画の初っ端にあったものが、ステージ5なんですね。だから今回は5、6、エクストラと行くのかっていうとこなんですけど、ステージ3とステージ6に関しましては、カットさせていただきました。まあ、これに関しましてはですね、結構簡単なステージだったっていうのが、まあ、大きくありましてですね、まあ、もうそれならば特に何もまあ話すとかなく、一直線でクリアできてしまったんで、潔くカットしてしまおうということなんですが、本題はここからです。もちろん私、ステージ5をクリアして今喋って、次はじゃあ一番右のエクストラステージというところにお邪魔することになるんですが、実は今皆様にご覧いただいている映像、収録した日は6月の頭でございます。そしてその6月の頭に上がっている動画を私が今編集し声を入れているということはどういうことか。そう、現在もまだクリアできていないんです。これほど難しいロストエッグ史上これほど難しいステージは私は見たことがございません。本当に難しいステージ、それがこれから皆様にお見せするエクストラステージというところになります。よってここの尺がアホほど長いわけですね。これをカットするということになると至難の技ということになりまして、まあそれほどいっぱい撮ってますんでね、何日も何日も撮ってるわけです。もちろん3ヶ月ね、今9月ですから3ヶ月間丸々やってたのかって言ったらそうじゃないですよ。だけれどもそれぐらい心が折れるほどの難易度だということはもう皆様にもお分かりいただけると思うんです。よってここからはほとんどが雑談と化します。それをね、皆様にまずご忠告させていただいた上で、覚悟を持って、ご観覧いただければなというふうに思います。では話しすぎてもね、仕方ございませんので、ステージ7といいますかエクストラステージ魔のこの最大の難関、どんなステージか見ていただきましょう。どうぞ行ってみましょう。最後のコース、エクストラコース。ここはあらー、火の手が上がっていますか。これ何ですか、教会みたいな感じでしょうか。もう早速もうもう早速こういう感じですか。非常に高度な、これは攻めましたね、黄緑ソフトさん。これそれでその何ですか、その椅子のここですか、こうですか。これでもこんなとこ、これ上がれますか。あ、なんとか上がれます。なんとか上がって、でも仮に上がれたとして、あ、もうダメです。横になっちゃいました。これなんとか上がったとして、これで何なんですか。でいや、これはこっち横にします。横にしてよし。よしなんでしょう。いやでもこれはよし、あれもしかしてエクストララウンドまでクリアできちゃうほどの腕を私は得てしまったのでしょうか。いや、得すぎたのかもしれません。私もこの動画において多くのことを学び、よってこれほどうまくことが好転しているいうことやね。なんやそこ。今までならばお前しばくぞお前言うていただけでしょうけど、ここに来てイライラもせずあうっとうしい。あ、そうや。おはようございます。ちょっと、寝てました。さっきまで僕寝てました。はい、おはようございます。どうぞ。なんかこんなんね、これ、いけって言ってたよな、そういやな。言ってたよな、卵、お前卵かお前マンゴーかお前卵かな言うてな。まだまだお前が卵やで言うてな、ほんな。朝からもう見てごらん、この声。なんやねん、この声、お前。こんな声に生まれたことないか分からへんやろの自分ら。画面近いわ。画面ちょっと遠くして。そうそうそう。これなんかこのヘリにこう乗って、なんか前回っていうか、これちょ前にやった時なんか、あ、今日俺おもんないな思ってやめたんよ。今日俺おもんないわ、普通にクリアしてまうわ、思って。なあ腕がおもろなってしもてるとこはあるんよ。ほんだらあかんわ。言葉で喋れるようにならなあかんわ、言うてな。でな、ほんでな、聞いて、ほんな。一緒に駄菓子屋行ってるやつに喋りかけてるみたいになってるわ。じゃあほんでな、だから、ちょっとあれ、うまいこと喋れるような時にしよう思ってな。火変えたわけ。ちゅうか、こんな風にして喋ってなかったんちゃうのなんか、ないんですよとかで言うたんちゃうのずっと、なんかそれを貫徹していこうっていう話やったんちゃうのなんなん急にもうなんか。もう二度と出せへんやん、そんな声みたいな。ドクターペッパーみたいな声して、お前、俺。でも、ドクターペッパーみたいな存在なんですよ、僕なんてのは。そう思いません皆さん。誰もが好きじゃない。なんであんなお前も。お前、薬やげあんなもん、みたいな感じで言う人もいるでしょ。好きな人は好きってね。僕はコカ・コーラじゃないかもしんない。でもね、もうええって、だから、もうええって、そこは。もう見たやん、そこ。よし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 。ここから、こうやろそうやろで、この、あこに入んのかなあれ、今回は。でもそんなことないかもっと上か。あこってことはないやな。あこは、あれならへんもんな。目玉焼きならへんもんな。目玉焼きってほんで、お前。目玉ちゃうやないか、お前。これ言い方一つやねん。おじさんの面白関西弁講座したろか？目玉焼きって、目玉じゃないじゃないですか。何も思んないやろ。そんな言い方したら思んないやろ。ちゃうねん。もうその言い方一つ、何これほんのこれちょっと分からへんけど、これ。ちょっと待って、まずこれ何そんな話もうどうでもいいわ。まずこれ何これどうやっていけっていうのがセオリーなんかが分からんねんけど。これ右側のこの壁、横、縦壁ベースで、連続ジャンプしていくわ。あこ、まあ、一回行ってみよう。もう全然ちゃうやん。全然ちゃうやないか。これやね。まるでそんな話をもう持ちネタかのように、そこで全然ちゃうやないか話とリンクしてくるこのおじさんな。これ俺か小遊三師匠しかできひんから、これはほんまに。ドゥンドゥンドゥンファーソーシャープミーやろ絶対音感持ってんねんで、これ何回も言ってるけど嘘やけどな何回も嘘やけど言うてるけど俺持ってるから何の音でも分かるこの音もこの音も俺何か分かるねこの音も何か分かる言えよほんではよ言うて関西弁っていうのはもう言い方一つによってもうほんまにあれやからねヤクザにも聞こえるし一緒にも聞こえるわけだって優しいなんでやねん七変化っていうのを昔ほんま昔ニコニコやったことがあるんよなんでやねん七変化これなんでやねんってもう多分78ぐらいは変えられんのよでもお前七変化って言うてるけどないろんなあまたあるバリエーションがあるわけ普通のまずノーマルなんでやねんはなんでやねんこれなんでやねんこれ意外と普通なんでやねんいろんなバリエーションがそのところどころのシチュエーションによって変わってくるよ例えば葬式中に言うなんでやねんはなんでやねんやしなそれどこでも使えねんでパスタ今日いっぱい食えるわ思って2束いったら全然多かった時のなんでやねんはなんでやねんやしただ今から実況始める人も多いと思うねんなこういう活動しようかな思ってるガキもいっぱいおるわお湧いとるはずな今な俺それいっぱい湧いとるガキに一つ言うとくとしたらなもうさもう声は大きく出せってことも声は大きく張り上げろほんだらな目玉焼きじゃないかみたいなのでももうええわけ全然目玉焼き違うじゃないですか目玉焼き違うじゃん。全然思うな。目玉焼き違うやないかぐらいの勢いでいかなあかんわけ。これはもうやっぱ、そこがやっぱ腕なわけね。これもう仮に今、まん延電車でもっていうこと。まん延防止措置でもっていうこと。もう、それは、それだけは許してね、許してちょっていうことやね。もう、圧で、笑わしに行く、大事。なんでそこ乗れへんのさっきからずっと。もう今日とか俺あれやもん。ちょっとご飯食べよう思てな。でご飯、たまたま外に出てたんよ。ちょっと、なんかお金払わなあかん、振り込まなあかんことがあって、振り込まなあかんことっていうかな、なんか、よう行ってる神社でな、年末年始行くやん、初詣とか。で、行く神社でな、お払いしてもらおう思って、お払いのお金をな、納めにな、郵便局行ったわけ。俺、その帰りにな、久しぶりにな、外食ってわけじゃないけど、弥生県で飯食おう思ってな。弥生県でお前飯食うのならん、あれやってんやん。食券やねん、弥生県って。もうごめん、もういいわ、黙って。その今、集中してるから。めっちゃむずいで、お前。俺、それをクリアできるビジョンがないもん。俺が食券買おうかな思ったら前にお客さんに貼ったわけ。でももうその会計っていうか、もうその食券買い終わるぐらいやったわけ。で、なんか2台あんだけど、なんか2台のうちの1つがサーバーに接続しているため、今、ご利用なれませんみたいな。だから1個の食券使うやつやったから、俺待ってたわけ、外でそれで。雨の中な。ほな、やっと俺の番回ってきたなと思う頃に、ひょこひょこと、俺の後ろになんか、若いサラリーマンの男子みたいなのがお前、きょったんよ。ほんだらお前、俺、あれやんけ、お前、シンキングタイムものすごく少ないねんけ。俺を後ろから狙われたから、俺はよかったわ、まだ俺の前の人、お前、優に考えて、お前、入れてたわ、もう普通に。どうしようかな、あれしようかな、みたいなぐらいの感じで、まだ悩めてた。お前、俺なんか、全然お前、うわ、後ろもおるし、お前、俺どないしようかな、こんな、あんまりこうへん、何があるかもわからへんのに、思って。何買うたらええんかな思って、お前、おすすめのお前、ネバトロ丼セットみたいな、わけわからないやつ頼んでもうたわ、お前、俺。女の女性店員さん、ほな、ネバトロ丼サラダセットですって言ってな、なんかわからんけど、オクラとか、納豆とかがな、なんか、サラダみたいな感じでな、なんかわからん、わかめみたいなやつ一緒にな、入ったらサラダみたいなのがあんねん、ボールじゃないけど、なんかそこにパッて広がっててな、ほな、女性店員さんが、ご飯はおかわり自由ですんで、っていうね。どないして食うねん、俺。わしゃ牛か。そんな、お前、もう、竜宮城みたいになってる、もう、わかめだ、なんだ、でなってるところに、どないして俺ご飯と食うねん。もしかして、これ、この横で行ってみる、一回。ぶっつこの横はむっちゃむずいで、でも、ほんまに笑うてしまうで。なんか前に生放送した時にさ、ロストエッグ2のエクストラステージやってよって言われたわけ。いや、俺動画でやるから、ええわ、言うてたんよ。そういうことちゃうん、これ。お前一生かかるんちゃうやろな、お前こんなもん。もうここでお前俺一生かかるんやったら、お前さっきのほな、俺の今までの今日のお前、あれ、お前何してんねん、ほんで。何してんねん、お前。何してもええいうわけちゃうんぞ。ちゃうんぞ！めっちゃむずいわ。今日なんかさ、ツイッター見ててな。ほんなら、なんかわからへんけど、なんか推しがいる人なんやろな、多分。ファンやねん。何かのファンの人やねんけど、まあ、その、ツイートが流れてきた感じで、調べてはなかったんけど、ほんと、あれよね、おしゃれやし、歌もうまいし、優しいし、気が利きそうで、絵もうまくて、顔もいいし、かっこよくて、考え方も優しくて、もう本当、私好き、あんなん全人類好きやわ、になれる、ベストな理想の人やわ、って言うてね。俺のことか思ったもん、ほんで、俺それ聞いて。あ、俺のこと言ってるもしかしてこれ思って。思わずチェックしたわ。俺フォローされてるかどうか。されてへんかったけど。めっちゃむずいって、これ絶対、いやいや、これ総合力ちゃうこういうのはやっぱ結局、総合力の問題や思うわ。もうその、横だとか縦だとかでこうくくっていくんじゃ、くくられるんじゃなくて、もう自分で、あ、いける思ったらいけるような、だからこうでもなく、こうでもなく、何してんねん危ない危ない危ない。アホでよかったけど、斜めや、もう。斜めしかも斜めみたいな。もうこれぐらい斜めで、もういろんな多角的にものを見れるようにしていきたい、ね。多様性のやっぱり、ダイバーシティの世の中やから今。ああ、でもそんな感じ、そんな感じ。なんであれ、日本人ってそんなダイバーシティとか使いたがんの？その、よくわからへん横文字を。お前日本舐めてんのか？いっつもそう思うねんけど。なんなんすよ。使ってんのほんで海外の人、それダイバーシティとか言って。ダイバーシティワールドとか言って言うてんの？聞いたことないけど俺。その別に聞こうとも思わへんけど。言うてんのか？ただお前、あれちゃうんか？どうせあれやろ。なんか日経新聞とか読んでる典型的ビジネスマンがその言いたいだけちゃうんか、結局。絶対長ない、これめっちゃ長いで、ここ。これ越えて、ほんでしかもこれ越えて行き着く間があるんかどうか知らんけど、あの緑のとこ行った後、あの丸太見てごらん。あれももう絶対に左に弾かれるんよ、多分あのまま行くと。ほんで全然まだその丸太からさらに丸太行って、あの白い柱登ったか思ったら今度板あって、そこにトーストあるってやばない？ゴールがまだ見えてへんねんで。はい、もう別日ね。もう別日で3日目。今日はもうクリアの3日目っていうことですんで、本当のことしかもう言わんとこかな。今までどうかふざけてたとこあるな、思います。だけど、まあ、今日に関してはもうふざけるもうところは十二分に、プレイしましたんで、当たり前のことを本当に当たり前のように言っていこうかなと思います。ね。広瀬すずかわいい。ね。当たり前のように当たり前のことを言っていくと。もう本当にだから今日に、こっからに関してはもう本当にただクリアするところだけ見せるってことで、ここで前回すごく積んでたのかなってね、思ってるんですけど、まあこれ縦でいった方がいいかなって思ってて、よし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 。うわ、惜しい、今のとか。緊急事態宣言って言うじゃないですか。緊急事態宣言を発令しますって言うでしょ。それってちょっと違うくないですかって話なんですよ。皆さん、ああだこうだ言うじゃないですか。緊急事態宣言をちらほら出しすぎだとかね、もっと厳しくすべきだとか、そういうところでおかしいとか、そういうのじゃないんですよ。緊急事態宣言って、いう言葉自体がおかしいんですよ。発令って意味わからないんですよ。言ってることわかります？緊急事態って言ってほしいんですよ。じゃあ。じゃあ行きます。せーの。緊急事態って言ってほしいんですよ。じゃあ。違います？僕はその菅さんにそれを言ってほしいと思ってる。ずっと日本国民1億総動員で間違うとるんです。緊急事態って言うて、宣言なんですよ、それが。わかります？宣言したんですよ。緊急事態だと。そうでしょ？緊急事態宣言を発令しますって意味わからないんですよ、言うてることが。そこ、わかんねえ。漫画描くやつかな。漫画描く台かもしらん、これほな。知れませんね。どんな感じだったかもう忘れてんな、もう。なんか、何々ですよー、何々ですよーって言ってやってたやろ、俺。なんでほんでそんなことしてたんやっけ？もうそこから分からへんもん。そういう風にやってしますって言うて宣言した俺。じゃあ、発令してたそこ。それももう分からへんし。鼻も低いし。もうそのほんま炸裂するのだけは笑うてまうわ、なんで知らんけど。サバーン言うて言われるやろ。で、みんなにクラシック聴いた方がええで、話しようか？聞きたい？クラシックも聞きたなるけど、ほな。それで、俺の話聞いたクラシックも聞きたなるけどな。ああ、言うわ。はいはいはい。あんな、最近東京に行ったんですよ。ほんで、東京にイベントで行きまして、2時間ぐらいかかるわけね。その、新幹線の中だけでも、奈良から京都に行ってとか大阪に行って、そこから新幹線乗っても2時間ぐらい東京までかかる。で、今回品川駅っていうところに行こうと思ってね。で、品川に待つまでに、ちょっと何か曲聴いとこう思って、ワイヤレスイヤホンでクラシック聴いてたわけ。いろんなクラシックの曲聴いてたんよ。で、ピアニストとか調べたりして聴いてたんやけど、ちょうどかな、次は品川って言うねん。Next stop is 品川って言うねん。ほんで、その新幹線の中で。その時ぐらいからかな、曲がこう変わってね、私の持ってる。OK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 。Next stop is 品川って言うた時に、リヒャルド・ワーグナーのある曲が流れんねんけど、ドローンって曲がなんか始まったわけ。俺でもこの曲知ってるかな、この曲を思って。で、品川もう着くからさ、俺扉の前で待ってるやんか。品川駅に着いて、ビビーンって開いてて、ドアがプシュッシュで言うたときに、バー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 って流れ出したわけ。俺自分で日本の最終兵器か思ったもん、俺を。ほんまに、ほんま、クラシックってすごいやろ。そういう曲になるか思えば、その後や、終わりやん、その曲。そんな別に長い曲ちゃうねん。その曲ば終わったら、今度はな、カルメンっていう曲が流れんねん。流れ出してん。カルメンって言われても分からへんやろ。これな。あれ聞こえてる？これが急にぐわー耳に流れてきたわけよ、俺。お前、それ流れ出した時お前、俺多分誰よりも早くあれやろ。山手線乗ったわけ。俺も見てたわけ。乗車案内で残り15分ある。15分歩いてやったら全然行ける。駅構内を15分で移動すれば全然行けると。余裕ぶっこいてたの。いきなりやん、お前。その後。たーたんだかだかだかたんだか。なんやねん、この小虫。ほんま鬱陶しいの。さっきから鼻止まりやがって、お前。俺の毛穴にでも住む気か、お前、この小虫はよ。ごめんなさいね、ちょっと。今私の顔にちっちゃい虫がね、なんか、うろちょろしとったんで。で、一発目のジャンプでまず、おっしゃ、お前、小虫、ようやってくれたな、お前。なあ。ごめん、俺もう今、小虫殺しちゃった。自首しようかな。自首したらええ。もう悪い、はっきり殺しちゃったな、俺悪いけど。俺の今、右の方についたから。右方に小虫ついたんで、僕殺しました。殺してしまいました。まず、小虫って何ってなれるな、でも。まず、小虫ってなんだろう。もう最近マジで家買おうかな、思ってんねん。うるさいって言われるからな。だから、家買うて、なんか自分の好きな、もうだから言うたら、まあ今の近くでいいわ。近くのところで家買うて、ほんで、そのうるさいっていう人を済まそうと思ってるね。どう？発想がすごいやろ。俺がここを出るんじゃないねん。お前がここを出んねん。でも、俺がお前の家買うたらっていうこと。すごい画期的やろ。だから文句言わへんと思うねん。別に。そりゃそうやん、お前。月々、なんぼか知らんけど、家賃払うってさ、何万円か。ほんで、それで俺ら生活してるわけやん。ほんで、それで生活してるとこ、お前、あれやで。それなんもお前、無償で家もらえんねで。積水ハウムの CM 出てる家。ほんだら丸く収まるかなと思って。卵だけにねーん。おっしゃ、待って。ごめん、そんなこと言うてる場合ちゃうわ、今。これもう俺喋らへんレベルでもう悪いねんけど、もうここまで来れたこと自体が神がかっているんよ。この千載一遇のチャンスを逃したくない。この木に関してはええわ。この木の右の木に関してはちょっと俺分からへんから、ここはまずな、この芯の部分の方に行くんやと思うね。もう行くで、俺クリアすんで、あの白いとこまで行くわ。もうなんでやねん。もうたまにほんでさ、もう全然違う話だけど、笑いについてさ、話してる時にさ、誰かが、ツイッターとかで、やっぱり、今の時代って、その、人を傷つけへん笑いが一番、あれよね、一番面白いよね、ニーズよね、とか言う人いるけど、お前ら思いっきり人傷つけてんで。多分。俺そう思うねんけど、お前ら思いっきり人傷つけて、笑いにも変わらんで。ほんで、そのこと笑いに関しては言うよね。人を傷つけたらあかんみたいな。人を傷つける笑いはあかんねん。よう言われんもん、ワイワイさんも。まあ、ワイワイさんは人を傷つけへん笑いや、言うて言われるけど。わからん。おし。もう一気に行くわ。いや、そう、角度そこの角度めっちゃむずない。こう上がっていって上がって、ぴょんぴょんって上がっていって上がっていって、こうしてなあかんねん、急に。横に見なあかんねん、あれ。角度はこの。何やねん、この角度、角度みたいに言うてるけど、お前。いや、2回行けてもなれへんねんな。もうまたちょっと違う画面見たいねんけど、なんか。ずーっとこの画面やん。もう喋ってる時に、せやろ。なんかもっと新しいもん見て、俺もなんか言いたいわけ。なんや、ぐるぐるお前。キャバ嬢の神かとか言って、俺言うたやわけ、俺も。な？そう、新しいものを見た時の、おじさんの、その切れ味でな、サクッと落としたいわけ、自分らを。トゥース。よし。これ、あんまと、これと、飛ばん方がいいんかなこれと、いや、あんま考えたらあかんな。あんま考えたらあかん。でも、飛ばんと一回、行ってみれるか見てみていい？よし。危なっ。だいぶいい線いってたと思うんだけど、今ほんまに4日目にしてだいぶいい線いってたと思う。これに4日かかっている以上、皆さんにの動画供給が今遅れてると思うんです。まあ需要はないんですが、いやあそこに一筋の希望が見えたんやけどな。今あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえはわーって言われてもな。何の話急にってなるよな、みんなとしてはな。その前の文章を知らんからな、みんなは。いきなりそこだけ切り取られてな。ほんまにもうマスコミと同じことしてるわけ、今じゃ。そういうことなわけ、みんな。結局マスコミなわけ、俺も。切り取って情報、印象操作してるわけね、みんなに。俺。ま、何も別にその前に喋ってたことなんかないねんけどね。ちょっともう何日目かとか分かってないんやけど、これだけ言わせてほしいのは、名探偵コナン、倉木舞使いすぎ。な。なんであんなに使うんって思うねんけど、俺。癒着分からんけど。癒着っていう言葉ってあんまり、建設会社とかでしか、使わんかもしらんけど、もしかしたら倉木舞と名探偵コナンは癒着してるんちゃうかっていう。俺のできればコナン君にはそこを探偵してほしいな。そこの真実を突き止めてほしいな。そこは眠らんといてほしいなっていう気は僕としてはしてて、申し訳ないんだけどな。倉木舞のお父さんお母さんには申し訳ないんだけど、ラブThe after tomorrow, I need you しか知らんやん。それがもう俺はすごい今気になってる。卵転がすとかそんなうんぬんの前に、それに気づいてしもうた俺どうしようかなって思ってる。よっしゃ。ほんで初めてここまで来た俺どう今。使わんなあかんねんけど、じゃあ倉木舞の話。どうしよう。あれこんな感じで、ほんで、なんか今日言うてあれやねんけど、今日1回目の、まだ1回も死んでないトライやねんけど、これ。そんなに楽勝でもしかしていけちゃうことなんてある？もう、クソ遠いやん。ちょっと見て。わかる？上の、めっちゃ上の方の赤い、なんかちょっとだけかろうじて動いとる。あれが、あれやで、ゴールやで。